YouTube のご覧の皆様、おはようございます。ジョン D チャンネルへようこそ。というわけで、今回はですね、サウンドクッキング、ギターサウンドクッキングということでね、やっていきたいと思います。どういうことかと言いますとですね、私が普段使用している、このキューベース、はい、キューベースというソフトがあります。作曲ソフトがあるんですけれども、そちらの方にですね、最初から付属されている、プラグイン、VST アンプラック、はい、という、そちらのですね、エフェクターを使ってですね、普段使えるのか使えないのかギリギリな、ところを、こうコショコショするようなサウンドを作っていくと、クッキングしていくと、いう全く新しい音を作りたいという企画でございます。はい、なのでですね、それを使うか使えないかはあなた次第みたいなところはありますけれども、はい、やってみたいと思います。それでは早速クッキングしていきましょう。はい、それではね、早速作っていこうと思うんですけれども、まずこれ今何も、ない状態です。つまりはエフェクターを立ち上げた状態、 VST アンプラックでございます。はい、ちょっとね直撮りで、恐縮なんですけども、今普通にね、マーシャルに何もかかっていないような状態ですかね。しかもマーシャルも全部12時を向いてます。はい、普通にこういう状態ですね。はい、で、ここからですね、まあ破壊的衝動な曲じゃないや、音をですね、作っていこうと。今まずこちらにですね、はい、これあります、選択できるようになってますが、こちらですね、プリエフェクツを選ぶことができるようになってます。はい、プリエフェクト、まあいわゆるアンプの前に、かける前掛けのエフェクトをですね、いわゆる歪みだったりコンプレッサーだったり、なんだりと、あるわけですけれども、今回は、そうですね、まあ前掛けでちょっとファズだな、ファズをちょっとかけてみましょう。このエフェクトをクリックするとですね、いろいろ選べるようになってます。ちょっと直撮りで見えないとは思うんですけれども、ここでファズという選択肢があります。はい、ファズのこのですね、出てきました。これ何もかかっていない状態です。スイッチングを踏みますと、どうなるか。まだね、ちょっと若干歪んだかなぐらいの、気合が足りないですね。ちょっとトーンを思いっきりこう上げて、トーンをまずね上げてみます。さっきよりちょっとすっきりしましたね。でもこれ破壊的衝動にはまあちょっと足らない。ちょっとブーストしまくってちょっとブーストしまくって、あっいいぜ。だんだんこれちょっと破壊、あ、いい感じでこれちょっと破壊的になってきましたね。もうすでに破壊的ですね。いいですね。いいぜ。うん、いいですよ。いい感じでファズってますね。はい。そしたらですね、じゃあこれ何のアンプにかけようかと。このファズをね、何のアンプにかけようかと。このアンプのですね、選ぶ、ところをクリックしますと、このようにいろいろ出てきますよ。さて、一番最初この、マーシャル系のですね、エフェクトじゃなくて、アンプシミュレーターが入っていたんですけれども、これをですね、じゃあ何にしようかな。ブリティッシュカスタム、多分、これは某VOX 的なボックス的なものにかけるとどうなるかと言いますと、汚ね。汚くなりましたね。うん、いいぜ。さらにこう原因を上げたりですね。これちょっとトレブルとプリセンスめっちゃ上げよう。もうさーっととか来い。なんでこんなに汚くなるかな。すげえな。
やでもいいぜ。はい、いいですね。はい、さらにキャビネット。キャビネットなんですけども、今、マッチングのキャビネットになってますね。はい。いわゆるボックスのキャビネットになってます。これをですね、あえてこう、マーシャルのキャビネットに乗せちゃうみたいな。うわぁ、やばい、破壊的、破壊的になってきた。いいですね。あえてこう、今度はハイゲイン系のやつに乗せてみると。なんとも言えない。なんとも言えないですね。一応一通りちょっと試してみましょう。あこれ一番使いだそう。これにします。はい、マッチングじゃなくていいんですよ。エフェクターなんて別に、じゃないや、キャビネットなんてね、マッチングじゃなくていいんです。さて、次、ポストエフェクト。これね、ポストエフェクトというのは、いわゆる、アンプで言うと、センドアンドリターンですね。センドリターンの、ところを担う。つまりは、こうやって作られた音。作られた音っていうのはこれ。作られた音にですね、いろんな、モジュレーションだったりディレイ、まあリバーブだったりなんだりをかけていく、場所でございます。さて、こうやって作ってきました。いろいろそこにね、何をかけるか、どれがどれがいいかな。まず もう全部怖い。まずトレモロでしょ。これぐらい、これぐらいの速さにしてく。これデプスを最大にするともう結局は、あーいいぜ。なあ、これちょっとレイトも早くしようぜ。これもこれこれまあちょっとデプスを下げてですね、ちょっと揺らいでるぐらいのね感じにしましょう。まだつなげるよ。これね、つなげることができるんです。さらにここにプラスで、ここにですね、フェイザーかフランジャーかけないね。フランジャーだね。うん、フランジャーかけていこう。おお。いいですね。これをさらにですね、なんだろうな、このプリのところに、ここゲートを最初にかけ、ここにゲートをかけることによって、いや、ゲートをポストにかけポストにかけちゃうっていう手もあるね。ここにゲートをかけちゃうことによって、なんかすごい歯切れのいい、なんかあれになるんじゃないかなっていう。ならないね。うん。これいらないね。これいらないわ。これどうやって消すんですか。まあいいや。これ切っとこう。さて、これね、最後にこれマイクロフォンっていうのがあるんですよ。はい。で、こっちが、いわゆる、コンデンサー系ですね。で、こっちが、57。やっぱね、57でしょ。57に最大振っといて、
まあ1はここでいいね。うん、なんか化け物の声に聞こえてきたんだけど大丈夫かなこれ。化け物の声に聞こえてきましたね。はい、というわけで、最後にマスターです。マスターですけれども、まあ、特にないでしょうやることも。はい、じゃあこんなところで、クッキングはこんな感じでね、一つ一つやっていきたいと思います。まずね、これ名付けるなら、名付けるなら、なんでしょう、ダーティーファズのフランジャー添えみたいな。はい、じゃあこれでちょっといろいろ弾いてみたいと思います。はい、ということで、作ってまいりましたけれども、ダーティーファズの、フランジャー添え、ダーティーですか、汚い。どんな音になったかというとですね、ちょっと確かめてみましょう。音ですね。なんともあの砂をアサリの砂を噛んだような、汚い音がします。はい、ジャリジャリしたね、ノイズがすごい、特徴的な音です。これカッティングはですねどうなるかな。フランジャーが邪魔をして輪郭もわかりません。はい、ということで、第1回のギターサウンドメイティングクッキングか、ギターサウンドクッキングということで、やってまいりました。このようにですね、使えるのか使えないのかギリギリのところを、コショコショしていくということでね、第1回ダーティー、ファズの、フランジャー添えということでやってまいりました。ということで次の、ギターサウンドクッキングにご期待ください。はい、ということでお相手はジョンディでございました。ジョンディチャンネルを、ご覧くださいましてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。